映画、メトロポリスのキャラクター、マリアは、電動入りし、レプリカが、カーネギーサイエンスセンターに展示されている。ロボット電動とは、現実、フィクションを問わず、ロボティクスに大きく貢献したロボットを記念する、電動である。ロボット技術の画期的な成果とともに、ロボット研究者及びロボットそのものが、社会や科学にもたらす功績を幅広く検証する、頃と目的とする。 技術革新を具現化した実在のロボットと未来を示唆しロボット研究者を刺激するような空想上のロボットが電動入りしている。ロボット電動は2003年にカーネギーメロン大学のコンピューターサイエンス学部で創設された。ロボット電動を作るというアイデアは同学部長のジェームス・ H ・モリスが発案した。彼は我々は実際にまたは 潜在的に有用な機能を有しその能力を実証したロボット及びフィクションとして人々を楽しませ世界的に名声を成したロボットを称賛したいと述べている最初の電動入り式典は2003年10月にカーネギーサイエンスセンターで取り行われ4つのロボットが電動入りした翌2004年からは2年ごとに電動入りロボットが発表されこれまでに 現実とフィクションの中から30のロボットが電動入りしている。当初、電動入りした多くのロボットは現存しないか、マーズローバーのようにアクセスできないか、あるいは市場や映像の中で描かれたものであり、ロボット電動はオンライン上のみの存在であった。その後、二千九年六月にカーネギーサイエンスセンターに、高級的なロボット展示場、ローボワールドが開館し、その中に、 ロボット電動も組み入れられた。2003年から2010年までの選考はロボット研究者らで構成される選考委員により行われた。ロボット電動の選考へのノミネートは広く開かれており、短い段落にまとめた推薦理由や必要に応じてビデオテープを選考委員会に送付することで候補に加えられた。2012年には選考プロセスが大きく変更され、 一般投票が加えられた。学術会、産業界、そして愛好家などで構成されるロボット専門家107人によって、候補ロボットが選定された。そして、これら専門家によって候補は4つのカテゴリー、教育消費者、エンターテインメント、産業サービス、研究に分類され、予備選考として、各カテゴリーから3位までのロボットが選出された。 そして、オンライン投票システムにより、一般の投票者は、カテゴリーごとに1候補ずつ投票することができた。一般投票が5割、専門からの投票が5割の重みになるよう調整され、最終的に、電動入りするロボットが確定された。ロボット電動の理事である、シャーリー・サルデマーコは、この変更について、以下のように述べた、ロボティクスのテクノロジーやアートは、 ますます急速に進歩しており、ロボット電動も進化が必要である。多くの学生や労働者、消費者がロボットに慣れてくるにつれて、電動の先行に一般の声を反映させることは自然なステップだと感じられる。2012年の先行以降は、電動入りしたロボットは発表されていない。2003年に電動入りした HAL90002004 年に、 殿堂入りした、アシモ2010年に、殿堂入りした、オポチュニティ2012年に、殿堂入りした、パックボット。ありがとうございます。